長々に、また矢吹作品が、来たー。矢吹先生、いつもお世話になっております。ねえ、立ち絵。立ち絵の時点で、すでにヤバすぎる衣装の奏すずちゃんなのでした。これはあかん。確かにパンツは見えてますけども。もはやそういう問題じゃないという。いくらなんでもスケベすぎますよ。圧倒的な布面積の少なさです。1位、立ち絵タッチ時。立ち絵にタッチすると、若干の乳揺れも楽しめます。控えめな揺れ方がいいですね。さらに下乳と脇もあるという、もはやスケベオールスターの様相です。スケベ全部入りマシマシですか。しかし、スケベすぎるパンツですな。形までいやらしいという。はい、というわけで、かなですずちゃんのパンツランキングでした。いかがだったでしょうか。全身スケベすぎて、もはやパンツがエッチとか、そういう次元じゃなくなってましたな。全くとんでもないコラボをしてくれたもんですよ。ラグナドは前もトラブルとコラボしてましたしね。スケベコラボに定評のあるラグナドさんなのでした。はい、というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画が面白かったら、高評価やフォローもよろしくです。ではでは。